カヤキリは、バッタ、メキリギリス科の昆虫。和名は、カヤに住む、キリギリスの意味。本州は、東北南部以南。四国、九州。韓国に同種と思われるものがいる。体長65から68ミリメートル。日本のキリギリスの仲間としては、最大クラスの体格を持つ。頭部は円錐型で、やや曲線を伴う。後期は大きく、 特に大顎は朱色を帯び非常に目立つ。また顔面はわずかに気褐色を帯び、大顎と相まって特徴的な顔つきを呈する。体全体の感じは首切りギスを太らせたような印象で胸部及び全肢の白線が目立つ。直視昆虫としては後ろ足は体の割に小さくほとんど飛び跳ねない。また羽も長いが飛翔せず移動はほぼ歩行のみである。 ごく稀に長羽根型を出すが、ほぼ水平に滑空するだけで上昇はできないが、明かりに来ることもある。オスの全境背面は後端に行くほど広がり、発音機も大きい。メスの全境背面は、ほぼまっすぐ。産卵管は、腹部とほぼ同じ長さで、羽の先から突き出す。また、海外にはオ、オカヤや霧が生息する。すすきをはじめ、足、おぎ。 団地等大型イネ科植物の群落に生息し、これらの若い茎や穂を主食とする。生息には、ある程度の広さが必要で、また定期的に草刈りが行われ草原の状態が維持されることも条件となる。蒸気のように移動力に欠けるため、環境破壊に非常に弱い。草原が管理されなくなり、クズや生高和田地層などに占領されたりすると、姿を消す。夜間、 非常に大きな鳴き声で、じゃああ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 と鳴く。ほぼ完全な夜行性で、昼間は根本近くの葉の裏などに潜み、夜になると這い上がって高い場所に出てくる。捕まえようとすると頭を持ち上げ顔をこちらに向け、大顎を開いて威嚇する。この時オス成虫はしばしば発音する。同様の習性は、渋色かやきり、ひさごくさきりなどにも見られ。 国内外を問わず草切り類で顔が派手なものは、ほぼすべてこの習性を有する。5から6月頃孵化し7から8月頃浮かし、成虫になる。成虫寿命は、比較的、短く、1ヶ月半マイナス2ヶ月程度である。メスは、産卵管で根元近くの幼少内に数個まとめて、産卵する。ありがとうございます。